夢か。おはようございます。サブロック18。はい、今日の朝のリクエストをやっていこうと思います。はい、それでは 20m シャトルランをやりたいと思います。はい、頑張るぞ。大体あそこからここまでが大体20m あるので、ここでやりたいと思います。5秒前、3、2、1、スタート。なんかね、悲しくなってきた。やるわ。14。パクっちゃった。最後は はい、それでは、試合も近いのでね、あの熱い気持ちとビブスを持って、練習に行きたいと思います。伝えていってきます。どう、ケイシン？ボールはちょっと慣れっす。キリンどう？いや、一番めんどくさい仕事。いや、それこんにちは、監督の島津です。会場に来れるのは保護者と、まあ、自分たち選手たちだけなんで、まあ、保護者来てくれる方はすごくありがたいので、しっかり応援に期待を応えられるように、あとは、まあ、SNS で注目してくれてると思うので、しっかり結果で恩返ししたいと思います。以上です。ありがとうございました。ありがとうございます、はい、今日のキッカーです。こんにちは。あの、出身チームとか教えていただけますか？いや、名乗ることでも。あ、それ、なんか噂ではキックの名手っていうことでやらせていただくんですけど、福森選手直伝のキックを見したいと思います。はい、お願いします。では、行きたいと思います。お願いします、うん、いい！よろしい！まあ、6本中4本決めたんですけど、おそらく彼、今までの編集とかで俺らが外したやつしか載せないんで、多分今回も多分自分1本ぐらいしか決めてないみたいな設定になると思う。あー、なるほど。まあ、ずるいですね。やっぱ皆さん、 YouTube の裏側ってこんな感じらしいっす。待って、待ってもう一回消して。皆さん、YouTube の裏側ってこんな感じらしいっす。楽しみだね。両手多分お前らが怒られた。楽しみだな、お前ら怒られる。
やばいってそれ。はい、皆さんどうもこんにちは。カレーにカビが生えた大学生の一日を紹介します。卵焼きを焦がしていく。へー疲れた。いただきます。なんか本佐時代の西大吾知ってるんだよね。なんかこう理性で輝いてる姿見るとね、なんか感じるものありますね。はい、大吾、今日のご飯全部怪しい味する。あー、いいボールだ。えぐい。ホタテ入れよう決めた。あ、ホタテだ、間違った。ホタテって言っちゃった。今日ね、2時から授業があって、それになんか課題みたいなのが出されてたんですけど、ちょっと全くやってないので今からやりたいと思うんですけど、今日はこの先輩にねもらったこのエナジードリンク、この、はい、これ誰、これ誰、エガちゃん10代みたいなパッケージですね。これを飲んでいきたいと思います。わあ、そっちか。はい、終わった。いらっしゃいませ。こんにちは。ご希望のお取引を選択し、ここで見ますが、ちょっとね、あとね、僕あのインスタで朝やってほしいことリクエストっていうのをいつも やってるんですけど、ちょっとさすがにこれねえなって思ったのをちょっと紹介していいですか。いくつかあるので、はい、ちょっと紹介しますね。監督と叩いてかぶってじゃんけんポン。どういうこと、何をしてるん監督と。なんでまず監督がいる体なんだよ俺の部屋に。はい、次、タンスに小指ドーン。痛いのはやめようよね。痛いのはやめよう。大分県のいいとこ100個言う。ごめんなさい、知らない、一個も知らない。大分県本当にごめんなさい、ごめんなさい。トイレの水で洗顔、バカなんお前は。めちゃくちゃバカなん。絶対頭悪いでしょ、絶対頭悪いよこいつ。俺も頭悪いけど、これ最後、3分歯磨き。3分歯磨きは誰でもする、いるよ普通に。なんなら俺結構3分ぐらいかかる時あるよ。もっと頑張れ、もっと頑張れ。はい、ではこんな感じで、でもね、たくさんのリクエストをね毎回ありがとうございます。はい、どうも皆さん、もこみちです。違うか。はい、ということでやっていこうと思うんですけれども、今日ねあえて何作るって決めないで、適当にあるものでなんかできたらいいなみたいな、そんなノリで作らせていただきます。はい、じゃあスタート。なんかよくわかんないけど、ちょっとコンソメでいってみるわ。今日醤油とか使わない、ちょっとコンソメでいくわ。入れすぎ、これわかんない、どうしよう。コンソメなんて使ったことないことあるけど、マジ来た、これマジ来た、ガチ、もう匂いがわかる、もう匂いでわかるもん、これガチ来た。来た、マジで食おう、これガチで神料理来たわ。いただきます。とりあえずやっぱね、最初キムチって決まってるから、これは、いくわ。うまっ、コンソメいただきたいと思います。ちょっと赤いな、まあいいか、このキノコと。本当に僕そうでもなかったらそうでもないって言っちゃうタイプなんで、はい、そうでもない。なんか匂いとかは結構うまそうだなみたいな感じだったんですけど、まあそうでもないですね。なんかうわーみたいな、そんなうまさは全くないです。キムチが一番うまいで、今ね、今日もちょ結構食ったんですけど、なんかお話ししようかなと思って、今日で僕アルバイトの話しようかなと思って、スーパーでアルバイトしてたんですよね。で、まあ今こう言うのもおかしいんですけど、うるさいな、うるさい、ほんとに、なんだろう、その辛いんですよやっぱり、うるせえなこのアル。はい、ということでですね、今日も一日が、終了いたしました。あさって、ついに、天皇杯の決勝、県の代表
が決まる試合があるので、本当にそれを勝てば、まあ、自分の夢でもあるねプロに勝つっていうところでね、はい、一つ叶う可能性が出てくるので、まあ、本当にね明後日はね気合い入れて頑張っていきたいと思います。はい、またね、インスタの方もね、概要欄の方にありますので、次の動画とインスタの方もね、よければぜひお願いいたします。はい、ではね今日はここら辺で、失礼します。